ネクロブッチャー、1974年7月13日帯は、アメリカ合衆国の元プロレスラー。ウェストバージニア州出身。ニックネームは、デスマッチジーザス。1998年1月2日にプロレスデビュー。CZW をはじめとするアメリカのインディ団体にて、壮絶な、受け、雑な受け身、強烈なパンチなどを特徴とし、味わい深い風貌も、相まって一部で、 カルト的な人気を獲得。2001年前後までは黒いアイラインを入れ試合を行っていた。どんな技や狂気攻撃でも受け切ることが特徴的で、有刺鉄線、画鋲蛍光灯、炎など常用する多種多様なデスマッチを行う。特に2004年に開催された CZW トーナメントオブデス3での大活躍や2005年に わミッドサウスで行われたサモア上都の一騎打ちなどが知られている。ローと CZW の構想では CZW 軍としてローの BJ ウィットマーと熾烈な熱戦を繰り広げた。2004年9月に初来日し、大日本プロレスに参戦。ボロボロのジーンズに挑発、ヒゲといったホームレス風な怪しい出立ちと壮絶に激しい受け身から、 アメリカのデスマッチ親父として、日本でも絶大な支持を得た。パイプ椅子で自らそこを叩き抜き、己の頑丈さをアピールするパフォーマンスが定番で、2007年春には、約1年半ぶりに大日本プロレスに再来日を果たし、誰も真似できないような、激しい試合で人気の健在ぶりをアピールした。2008年6月のイングフ、札幌大会に、初参戦。 連敗街道をひと走るもの、の、レギュラー外国人選手として、継続参戦中。そのファイトマネーで家を建てた。なお、CZW、わミッドサウス、わディープサウス以上3つの団体の、デスマッチトーナメントを制覇した、前人未到の実績から、デスマッチトリプルクラウンチャンピオンと称賛された。後楽園、ホール大会に参戦すると、破壊したパイプイスの数が、 他の選手に比べて多いので、第日本プロレスへの請求額が半端ではないという。2016年6月11日に行われた PWC スーパーカード2016のメインイベントで6人タッグマッチを最後に引退した。引退後は MLB 球団の球場職員として働いていたが、2019年12月、シャドウ WX が設立した新団体、 メジャーリーガーズレスリングの旗揚げシリーズにシャドウ WX の対戦相手として来日。約3年ぶりに現役復帰を果たした。様々な入場曲を使用していたが、基本的にはアメリカのサザンロックバンドレーナード・スキナードのフリーバードを使用。同曲はマイケル・ヘイズとテリー・ゴディのファビュラス・フリーバーズが初期の入場テーマ曲としていた。 第2本プロレスの都販坂江寺取締役曰く、売れっ子なので数週間スケジュールを抑えるのは困難、との発言があるように、大将問わず、インディ団体を中心に全米を股にかけ、転戦している。第日大戦の解説を務める須山博次から、ネクロブッチャーに対し、現在は CZW のエースと解説されることがあるが、実際はストーリーに絡むポジションは珍しく、 月に一度の CZW の興行も頻繁に欠場しているため、蒸気の発言は適切とは言い難い。ありがとうございます。